目隠しギターでパート100達成しました。イエーイということで、なんか違うということで、ショートは終わりで、今度から尺を気にせずロング動画でやっていこうかなと思います。今で編集書いたんですよ。16分の動画をわざとなんで1分にしなきゃいけない。確かに美味しい部分をこう切り取ってやっと1分にしてて、まあなんでショート動画今回出場しますんでよろしくお願いします。ということで100本目目すべき、はい、はい、どうぞ。まず匂い嗅がせてもらいましょう。どうですか。ホームセンターまあボディ触ってみましょう。はい、あの時間がないっすおー、なるほど、なかなかない、いいくびれをしてますね。いくらぐらいなんだろう。めちゃくちゃ高いギターじゃないとは思う、うん、ネックのシェイプ的には、ネックのシェイプ的にはね、ヤマハ感、ここはね、ヤマハ感あるんですよ、はい、あるわ。でも中に手を突っ込んでケーブルがあります。これはもうエレアコなんです。で、電池ボックスが本来あるはずがないんです。つまりこれ電池を使わないパッシブタイプのアコースティックギターなんです。これシェイプ的にヤマハだから、ヤマハのパッシブタイプのエレアコっていうのは L シリーズっていうのがあって、それどれかなんです。あとはくびれのこの形状とこの木材がどういう構成なのかによって変わってくる。サイズは LS かな？ LS の16か6だと思う。16と6の違いって、まずそのサイドバックが単板か合板かの違い。わかんないじゃん。そうですね。そうっすね。あとウッドバインディング、だから目で見なきゃわかんない。そうっすね。そうっすね。だからパート100は当てやすいやつ持ってきてくれと。思ったより難しかったです。むずいよこれ。積んだわ。ちゃんと LS の16です。16ですか。16です。もうわかんない。これは LS の16です。はい、いやー、いくよ。はい、ということでパート100ありがとう。これからも頑張っていきます。ヤマハの LL16 です。はい、いきます。はい、やっとよかった。パート100当たってっこれ外したら泣いてた。とりあえず蹴ってみるわ。はい、いきますね。はい、ちょっとおかしかったら言ってくださいね。はい、いきます。ちょっと運動音痴みたいな。運動音痴がもっと上に上がらないよ。こうしよう。あ、こうだな。よし、アクション。いくいくね。こう来てこうこう。足プルプルしすぎなんだ。はい、ちょっと今の先回ってやってくれない。え、僕が壁蹴るとして。え、かっこいい。なんでそんな上がるの。はいはい。ちょっと乗せればいいと思う。これ殴る殴る殴る気にします。はい、これはいはいはい。口は笑うな。もう一回。うん、いいんじゃない。